では11レースを実況でご覧ください。ボートレース下関は G1 協定王決定戦第11レース予選競争開始です。なお第11レースも安定版を使用、そしてレースは2周で行われます。対戦メンバー1号艇青木源太、2号艇柳生泰治、3号艇中島康平、4号艇瓜生正義、5号艇秋山直之、6号艇中田龍太、以上6名です。1、2、3、4、5、6、紅白1号艇人気青木源太が1コース、さあ青木3着以内でも可能性ありそうですが、もちろんここは勝利で得点率予選突破を目指したいところ。そして現ボーダーで言えば4着条件、こちらもただ極力上位着目指したい地元は2号艇柳生泰治2コース、3コース3号艇中島康平、さあそして予選トップ通過へ向けてここ2着以内であればトップ通過が決まるという計算、4号艇瓜生正義4コース角、5コース5号艇秋山直之2着条件かというところで、1着条件かというのは6号艇中田龍太大外6コース。3対3枠なり第11レース追い風コンディションでインコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしてきました。1号艇青木が若干スリット劣勢、さあ2コース2号艇柳生がまくりに行くという状況で、2号艇柳生がまく、そしてまくり出して4号艇の瓜生、あとは1番さらには536、前半同様のまくり出しで今度は突き抜けた4号艇の瓜生が、さあ予選トップ通過へ向けてという勝利向かっていきます。そして2番手は1号艇の青木と2号艇柳生の攻防に僅差の4番手6号艇中田、スタートは絶対正常でした。4号艇瓜生がトップ、2番手2号艇の柳生で、3番手は1号艇の青木、上位3艇は421ですが、4番手から3番手目指す5号艇秋山、レースは2周目最終周回6番、3番もあまり差がなく追走、4号艇瓜生がトップで最終1マーク、2番手5号艇秋山やってくる、2号艇柳生かわす、そして3番手も1号艇さして青木、上位3艇は421、4番2番1番です。4号艇の瓜生正義まくり差しから5、6停止リードトップ、そして予選トップ通過へ向けてというそんな走りにもなりそう。最終ターンマーク2番手2号艇柳生泰治、3番手1号艇青木源太、421、4番2番1番で第11レースは間もなくゴールです。1着は4番ゴーリン、2着2番ゴーリン、3着1番ゴーリン、あとは5番6番3番の順でゴーリン、